本日のゲスト解説は栗原美香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてこの1年の男子のバスケットボールはどう見てますか？いやもう十分に世界と戦えるレベルに上がってますし、いい選手も出てきてますし、まだまだ これからの楽しみな選手も出てきているので、もうこの先も楽しみでしかないです。そうですね、はい、どんどん世界にチャレンジをするという選手も多くいますが、ただその中で、はい、男子日本代表、はい、もうまずフランス戦の夜中2時あの叫びたい気持ちいいね皆さん。悔しかった。栗原さんからどう見えてますか、はい、あのフランス戦は。まあやっぱり勝てる試合ではあったと思うんですけど、やはりあれが世界の強さかっていう点も大事ですし、タイミングだったり、ああいう経験値っていうところはやっぱりフランスが一歩半歩ぐらい出てたなっていうところはありましたね。そうですね、はい、プレー云々よりも気持ちが一番大事かなと思いますね、はい、気持ちの入ったオフェンス、ディフェンス、そしてルーズボールが一番重要かなと思います、そうですね、その中でちょっと、まあ、ニュースとしては残念なところが八村選手がちょっと左のふくらはぎですかね、痛めたというところで今日は欠場となっていますが、このあたりはどう捉えますか？ちょっとショッキングなニュースではあるんですが、ですが他の選手も黙ってる選手はいないと思います、やっぱりこれを機会にあの我こそはっていう選手は絶対いるので、はい、その選手の活躍に注目したいと思います。そうですね、富永選手も注目したいところではあるんですが、やっぱりこのフランス戦を得て、はい、あの河村選手が、はい、あのひしひしと熱い眼差しで、はい、あのなんだろう、こう負けたくない気持ちを前面に出してきてくれると思うので、はい、彼のゲームコントロールだったり、その攻めの姿勢、気持ちを注目したいと思います。はい、河村勇輝から本人と呼ばれて女子のスリー。はいはい、でまだまだこのなんだろう、若い選手も今たくさんいて、日本の選手もいるので、まあ、なんといっても、ね、直前の八村君の離脱もちょっと痛かったところはあるんですけど、はい、八村君なしでもこうやって戦えるっていうところはやっぱり日本のレベルアップしてる証拠だと思います、はい、いや本当ですね。さあ日本のバスケはまだまだこれからも続いていきます。新しいアリーナもどんどん日本にできてきて、そして B リーグの方も10月に開幕、 W も10月に開幕というところになってきますので、はい、また皆さんですね、ぜひこのリーグ戦での、活躍、さらに日本代表にさらに力を届けていきましょう。今日のパリ2024オリンピックパブリックビングサポートバイ三井不動産、ゲスト解説は栗原美香さんでした。栗原さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に残念ではあったんですけど、未来につながる試合でもありましたし、あの若手の有望選手をこれからどんどん日本国内でも成長して海外でも強い選手だと思うので、これからもしっかり応援していきたいと思います。ありがとうございました。みんなで一緒に応援していきましょう、はい、頑張れ日本。